足は持った。いざ。ん？あれ？槍はどこだ？ん？お？あれ？天下を手放してしまうとは、足利公の思い切りは気持ちがいいな。そのように悠長なことも言ってはおられませぬ。乱世の波から前田の家と加賀の民を守らねば。ああそうだな。そして松、お前もそれがしが守る。この松目も命を懸けて犬千代様を。あとは刑事が前田家当主としてしっかりと。大丈夫、トシと松姉ちゃんがいれば大丈夫だって。始まったものはいつか終わるさ。まあこいつが最後の祭りだ。悔いを残さないように盛り上がろうぜ。まったく無責任な。刑事らしいな。悔いが残らないようにか。それがしがやり残したことは。犬千代様、何か。いや、何でもない。さあ待つ、やりおくれ。待つ、この煮目いつもと違うな。いいえ犬千代様、味付けは同じでございますれば。何言ってんだトシ。寸分たがわずいつもの味だよ。ああ、いやすまん、同じだな。それがしの勘違いだ。犬千代様、どこかお加減でも。大丈夫だ、それがしは松の飯で元気いっぱいだぞ。トシ、なんか悩んでんのか。夫婦水入らずって言うけどさ、たまには油にも話してみなよ。信長様の元にいた頃を思い出していた。あの頃のそれがしは信長様の強さに憧れていたんだ。トシも相当かぶいてたもんな。だが気づいたんだ、ここにいればいつかは松を死なせることにもなると。そして同時に分かったんだ、これは憧れじゃない、それがしはあの方への恐怖に負けただけだと。トシ、それがしは怖くなって松を連れて尾張を出た。今までもその時のことを考えなかったことはない。胸に仕えた過去か。そいつは松姉ちゃんの飯でも流し込めないかもな。なあ刑事、過去にけじめをつけるためには信長様をこの手で撃つ、それしかないのか。松姉ちゃんには話してみたのかい。いや、松を巻き込むわけにはいかない。俺はさ、トシ、ネネを殺した秀吉が憎くて仕方なかったけど、今の俺はもう一度あいつと向き合いたい、そう思ってる。じゃないと俺この先に進めない気がしてさ。刑事、お前はもう過去の己を許せるようになったんだな。トシと松姉ちゃんのおかげかな。好き勝手に風来坊のできる時間をくれたからさ。犬千代様、どこに向かうおつもりですか。松、それがしは過去にけじめをつけるため信長様を討つことにした。犬千代様、なぜお一人で行かれるのです。この松目も命を懸けてあなたを守ると誓いました。決して一人だけでは行かせません。二人で一人でございます。松、まるで尾張から逃げた時のようだな。かたじけない。よし、まずは再会の鬼に会いに行くぞ。犬千代様、行くぞ。長宗我部殿、久しぶりだな。今日は頼み事があって参上した。おお、
随分と他人行儀じゃねえかい。何でも言ってくれていいぜ。お客さんだ、整備の当番以外は出てこいや。了解っす。実はな、長宗我部殿、刑事のことを頼まれてくれないか。奴の子守はあんたたちの仕事だろう。それを俺に頼むた、どういう了見だ。それがしらは己の過去にけじめをつけんがため、信長様を討ちに行く。そうか、覚悟あっての頼み事ってことかい。血を産むようにした俺らだ。そりゃもう辛いぜ。槍での勝負と大食い勝負、勝機があるな。まずい、兄貴にバレたら。兄貴、魔王討伐と聞いて見過ごすわけにはいかない。トシ、それは我らの願い、先代の仇でもあるのだから。そうか、信長様は雑賀殿にとっても立ち向かうべき過去なのだな。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが雑賀の生き様だ。雑賀殿、信長様は私たちにも避けては通れぬ道、どうか任せてはいただけませんでしょうか。だがお前たちだけで魔王を打ち倒せるの？勝てるかどうかそんなことはわからない。それでも行かねばならないんだ。それがしのけじめと置き去りにしてきたものを救うために。救うか、我ら傭兵にはできぬことだ。仇討ちが地の底に眠る過去との対峙なのだ。お前の望みは遥か天高く、未来に向かっているのかもな。トシ、雑賀殿、もしもの時は刑事の守る加賀を何とぞ。あの男なら大丈夫だ、松姉ちゃん。トシ、我らの願いお前に託そう。あんた、鬼にちょっかい出しといてただで済むとは思っちゃいねえよな。俺からの選別だ。じっくり腕を磨いていきな。こいつに負けるようじゃ魔王なんて夢のまた夢だぜ。これはいいな、槍鳴らしに使わず。やってくれたじゃねえかい。いいぜ、こいつを見て漏らしちまっても知らねえぞ。あっ、よし、こいつがうちの技術と雑賀の火力を結集させた最終兵器、その名も百鬼丸よ。どうよ、魔王だってここまで怖かねえだろ。このバカでけえ恐怖に打ち勝ってみやがれ。すごいぞ松、ワクワクする大きさだな。おいおい、ちったビビってくれねえと野郎どもに格好がつかねえぜ。たく、にしてももしものことなんて考えやがって。どうせなら鍛えてくれって頼みゃいいんだ。ああそうだな、かたじけない。それがしの槍と体、この戦いで研ぎ澄まさせてくれ。
すが百丸だ。なんともないぜ。丘に吹く風なんざ関係ねえ。波は嵐は俺が起こしてやるのさ。待たせちまったかい。魔王より怖え鬼のお出ましだ。長宗我部殿、いろいろとありがとう。刑事のことよろしく頼んだぞ。命を捨てに行くのではないぞ。松、刑事、加賀、全ての宝を守ってみせる。あんたの宝は俺が預かるぜ。必ず取り返しに来いよ、鬼の股だ。ありがとう、最下殿、長宗我部殿。これで心置きなく槍を振るうことができる。槍よりもまずは箸を振るってもらわねば。さあ犬千代様、召し上がりませ。よし、この弁当もそれがしのけじめも全てを一気に平らげるぞ。はい、その意気でございます。どうされました犬千代様。いや、勝家はどうしているかと思ってな。それがしはあいつのことも終わりに置いてきてしまった。犬千代様、もし今も恐怖や絶望にとらわれているなら。行くぞ。お久しゅうございます。恐れながらこのマタサ、信長様の見印、頂戴しに参上つかまつりました。あの歌舞伎マタザが随分と首相になったものぞ。恐怖の音を奏でし者々よ、その玉を世に捧げよ。世のごとく天馬まといて舞い戻ってみせよ。シーエス、どうか黙って引いてほしい。さもなくばあなたを殺めねばならなくなる。勝家、解き放てるものならそれがしか。こなた至りてようやく七四九物に等しきと修理。勝家、王政の名前。膝はつかぬぞ、武蔵坊弁慶のごとく。世に咲かす風ほどの似合いもなし。九月は鼓の音に興じたく色めき出しおって。お前、無敵の名を言ってみろ。魔王へ金継ぐだ。まだまだ。見たか、進め。やっと。俺
ものにしてはか。面白し、エイジの任すら務まらぬか。使えぬ傀儡はのたれ死に。冥帝の泥か物々の地か、月にすすれ。万部不当だと、そのようなものまやかしだ。ただではやられん。かすり傷の一つも負わせてみせようぞ。勝家、お前はもう信長様の元を離れるべきだ。あとはそれがしが何とかする。愛しき者と逃げおおせたあなたに言われたくはない。御台様も嘆かれるだろう。この惨状ではな、無の境地にさえ至れば貴殿すら打ち果たせよ。朝目覚め、戦場に立ち、夜眠る、ただそれだけ。勝家、お前はまだ過去と恐怖に囚われているのだな。今さら戻り、何をおっしゃるか。俺は無敵の直江兼継ぐ。お前らが本当の無敵を知るのはこれからだ。恐れ、恐怖こそが信長様の象徴なり。それがしはなんと情けないんだ。松、信長様に近づくにつれて震えが止まらないんだ。犬千代様、それはきっと武者震いでございましょう。この松目があなたと共に行きまする。そうだったな。刑事に笑われぬよう、最後に一つ槍の又座の大歌舞伎と行くか。はい、犬千代様。私の式などつけ焼き場、月に表すればいい。物よ、ハビー、世が皮肉の端を。そうが何ぞ。預かる私がこの体たらくなのだ。あなた方の席など小豆の一粒でしかない。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。引いてください、利家様。あなたと私はすでに離れた小袖に過ぎない。こんなところにいても変わらずぞ。新たな一歩を踏み出すんだ。あなたはあの方の恐怖に負けた。その言葉に人を諭す力が備わるはずもない。そのお前と同じ男が加賀にいる。多くを失い苦しみだが、時を経て様々な場所を巡り、たくさんの友に出会い変わった。全ては時が何とかすると。それは私には当てはまらぬ書生だ。お前はどこにでも行ける。誰にでも会える。ここじゃない、どこかで生きるんだ。それが一体何になるというのです。槍を振るうばかりのマタザメが琴の葉も振るいおるか。して趣は再度の仕官であったか。
すべてを制するものぞ。人界よく深い天の海より、その遥か彼方まで。ハハハハ。信長様、恐れ多くも槍の待たせ、かつてのけじめをつけさせていただくべく参上つかまつりました。ふっ、分からぬか。世にしてみれば、貴様らを潰すことなどいつでも叶ったことよ。貴様が猿を咎めもせず置いたのも、所詮は余興に過ぎぬが。それがしらを戯れで見逃してくださっていた。それがしら、それは分かっていた。犬千代様、戯れなさき。それを受けても穂先を向けると申すか。殊勝なこと言う。いかにも信長様、それがしは恐怖に勝ち、守るべきものを守る、その覚悟で参ったのです。よくぞ籠いた物言いよ。バカ野郎、勝手に言っちまいやがって。死んじまったらどうすんだ。お前のようにかぶいてみたくなってな。ったく、無茶してんじゃねえよ。さあ、うちに帰ろうか。それがしはここに残る。何言ってんだ。かつてそれがしは魔王の力を恐れつつも、それに見入られ憧れた。そのけじめをつける時が来たんだ。それがしはこの地を、織田の民を守る。どうし、刑事、加賀のこと頼まれてくれないか。くせえくせえ水くせえ。こんな大事なこと腹から言えって。俺はいつまでもフラフラの風来坊ってか。いや、犬千代様、お前ほど頼れる男はいない。頼んだぞ、刑事。ああ、みんながこぞって集まるような、黙んねえ国を作ってやろうぜ。